の俺今回のね MVP やっぱテディだと思うんだよね。テディあのガキ、ああいつさ、あいつのさ戦績を考えてみてよ。トゥクトゥクの運転めちゃくちゃうまいし、これで追いつけたのもあいつのおかげみたいなところもあるしね、うん、あの敵で一番強い屈強なドイツ人を短期で倒す、短期で倒した、そう一人で倒す確かに確かに。でインディがさその墓で追い詰められた時に助ける。でその後あの飛行機を運転して時空の裂け目に飛び込んで、その後インディたちを連れて現実へ戻るやったことないけどやってみるよ、できたんだよそうテディゲーだったなマジで。そうそう、だからテディがさ最初はなんだこいつって思ってたけど、本当にハヤトみたいな活躍し始めてさ、なんかあそこもねなんかこういいのはさ、やっぱインディが年取ったじゃん、でこう若い世代にバトンタッチじゃないけど、こう若い世代に対等っていうか、うん、こう活躍してるところを見ると、まあ、そこも含めてインディ終わりなんだなっていう、期待できるなみたいな感じだったよね、やっぱりテディを見てるとね。ちょっと待って、今テディの話でちょっと笑いも含めつつ俺のメンタル回復しようとしたのに戻すのやめておい、おい、ここちょっと悲しくなっちゃった。うん、わかる。サプラーなんかな、うん、なんか時代の終わりが、あのハリソン・フォードが感があったよね。うん、81歳だよ。撮った時は79歳らしいけど。ただのクソじじいじゃん。あ、これどうやったんだろう、マジで。あもうパパもね。うん、大体いつもの流れなんだけど。うん、最初ピンチだね。そうそう、あの大体いつも、いつも。ヘレナクソ野郎だな最初、うん、これなこれすごいよな顔、どうやったんだろうなんかそういう技術らしいよ、うん、いやさあこのパレードのシーンもすごいよね、うん、これむちゃくちゃだよ、ま、むちゃくちゃだよな。まあでもほらインディは乗馬が得意だから、うん、そうだね、エモいシーンはたくさんあったね。そうそういつものこの音楽がさ、まあもうゲットワイルド的な感じだから、そうこれありきだから、うん、マッツね、マッツミケルセンいいよね、うん、なんか、泣けてきちゃうね見た後だと。この BGM、うん、このサラーもさ、サラーねサラーもさ、うん、なんかラストシーンはちょっとさ、うん、賛否両論だよな多分あれは、うん、あ出たパパ、パパね使い物なんで、ね、バズ人生をかけて、うん、終わりだ、もうさでもこの BGM、うん、流れたっけ、あの流れだよ、このバージョン、いやこのバージョンは流れてないだよね、うん、普通のは流れてる、いつものだよね、いつものは流れた、多分予告用にちょっと変調させたやつでしょ。いやめっちゃいいのにこれね